QOS とは制御工学やシステム工学の分野で広く使われる。用語でサービスがどれだけニーズに合っているかユーザーを満足させられるかという尺度を表す。QOS は一種の評価関数であるため対象が同じであったとしてもその評価関数を設定したものごとに値が異なる。ここでは特にコンピュータネットワークにおいて重要な通信の品質を確保するために ルーターやレイヤー3スイッチに実装される技術の一つとしての QOS について説明するサービス品質とも呼ばれるランスイッチも同様の機能を備えているインターネットに代表されるコンピュータネットワーク上の通信において運ばれるデータの内容に応じて扱いに差をつけること例えば IP 電話では通話が動画配信では映像が 切れ切れになることは利用者に不快を感じさせるため、同時にネットワークを流れるファイル交換ソフトのデータよりも優先的に運ばれるようにすると、このネットワーク回線での利便性が向上する。QOS は主に優先制御と帯域制御に分けられる。ルーターやレイヤー3スイッチにおいて実行される。優先制御と帯域制御のいずれの機能もパケットの処理順に差をつけるという点では同じである。 ルーターがパケットの優先度を決める方法には大きく分けて2つあり、1つは送信元や送信先の IP アドレス、使用プロトコル、ポート番号で決める方法。もう1つはパケットの優先度を明示的にパケット内のフィールドで指定する方法である。後者の場合には IP ヘッダーの中にトスや DSCP といった QOS 指定の専用フィールドを持つ。 優先度の低いパケットがいくら Q に溜まっても、優先度の決定に従って、優先度の高いパケットから早く送り出す。このような機能を PQ と呼ぶ。回線が混雑した状況で、優先度の高いパケットだけが流れる状況が続けば、優先度の低いパケットは全く流れなくなる場合があり、優先度の低いパケットを送り出したアプリケーションは、通信を諦めてしまうことが起きる。 多くのアプリケーションではパケットが少しでも流れれば通信を継続するので優先順位の低いパケットも一定の割合で少しだけ流すことが行われる。高機能なルーターではこういった低い優先順位に対する送信の重み付けを設定できる CQ や重み付けしながらなおかつ同じ優先順位のパケット同士での送信を平等化するためにコネクション単位で パケットの行列を細分化して扱う WFQ という機能が備わっている。帯域制御はワン回線への入り口等で使用帯域が限られる場合や最低保証の値を指定するために用いられることが多い。優先度の低いパケットが Q から溢れるとパケットの廃棄が起こる。TCP パケットが廃棄されると再送が発生するため他のパケットの廃棄にもつながる。 廃棄が多くなると再送によってパケット量が膨れ上がり複層が発生する。これを避けるためにルーターはある程度をパケットが急に溜まった時点で受け取った TCP パケットの廃棄を行う。これによって TCP の機能であるフロー制御が働きパケットの喪出端末からの喪出量が抑えられる。このような事前廃棄による複層制御機能をレッド機能と呼ぶ。 ルーターが実行する、こういった機能もすべての通信を識別しているわけではないので、さらに細かな制御が必要な場合には、帯域制御装置が使用される。優先制御と、帯域制御はルーターでの機能であるため、ルーターで区分されたインターネット内部では機能しない。パケットの優先度を指定しても L2 スイッチや L3、スイッチは無視するだけである。固定的な帯域制御の指定値設定も、 実行帯域からズレがあると回線の使用に悪影響が出る。実行帯域が広がっても帯域制御が狭いままでは回線使用に無駄が生じる。実行帯域が狭くなって帯域制御の設定値上限値以下になれば帯域制御が機能しなくなりパケット廃棄が起こりやすくなる。こういった固定設定の問題を回避するために一部の新しいルーターでは 拠点側ルーターから測定用の UDP パケットをいくつかセンタールーターに送って受信感覚や損失情報を送り返してもらい回線の状況に合わせて帯域制御の指定を動的に変更する機能が備わっているものもある QOS の保証が必要になる最大の理由は服装であるネットワークトラフィックの量が限られていれば特別の工夫をしなくても QOS に関する問題は ほとんど起こらないからである。服装を避けるため電話網においては、第一にアドミッション制御が行われる。すなわち QOS が保証できない時には、新しいサービス要求を拒絶する。電話網においては、第二に個々の子を確立する際に、服装が起こらないルートを検索して使用する。一方、インターネットをはじめとする IP ネットワークにおいては、従来、ネットワークレベルでは、 このような制御が行われなかった。そのため、IP ネットワークは緊急通信をはじめとする、高信頼性が要求される通信用途に使用するのが困難だった。IP ネットワークの用途が広がるにつれて、そこでも QOS 保証へのニーズが高まっている。また、IP ネットワーク固有の要因として、近年次第に QOS 保証を必要とするアプリケーションが、 増加してきていることがその必要性を高めている。すなわち、1990年代に入ってからインターネット上で音声通話や動画配信といったリアルタイムアプリケーションが使われるようになり、またビジネス向けの高品質なサービスも求められるようになってきた。また、データ通信が音声通信を量的に上回り、電話網に匹敵する品質をインターネットにおいて、 実現することが必要となってきている。これはインターネットから見た表現であるが、電話網の側から見れば、インターネットに匹敵する柔軟さを、新しい通信網すなわち NG、NGN において実現することが目標となっている。インターネットの標準化は IETF において進められているが、QOS に関しても IETF において、次のような技術が標準化されている。QOS は、 他者と差別化し優先させることで安定したスループットや低遅延を実現している。コズの使い方としては IP 電話やビデオ会議、テレビ電話といったリアルタイム系トラフィックを最優先、SNA といった遅延に弱い機関系トラフィックや重要度の高い業務系トラフィックを2番目に優先、電子メールやウェブへのアクセス等ー,ーンが生じても問題にならない。 情報系トラフィックを最も低い優先度とする。ランスイッチでも IEE802.19 のヴィランで使用される拡張 MAC フレームのヘッダーに含まれる情報を使って優先度の制御を行う拡張 MAC フレームのヘッダー部の4番目にあるタグコントロールインフォメーションフィールドの先頭3ビットが優先度を示す数値になっている。 ABCD 日系ネットワーク2004年1月号特集に QOSP84P85HAT ABCDE 日系ネットワーク2007年8月号特集に通信品質 P74P75HAT AB 日系ネットワーク2007年12月号 VOIP を導入するための機能 P160NAS の用一 岡田隆弘著、スイッチネットワーク不要なパケットは止めて、重要なパケットを優先する、日経ネットワーク2005年8月号、P171。ありがとうございます。